はい、懲役太郎です。まあね、番外編というか、こういうことだよっていうお話をねえー、したいと思います。内田理子と小西優香ね。これまあ捕まっておりますね。反省してしっかり罪を償ってほしいとかっていうコメントを見ますね。もう彼女らにね。とか、よく犯罪者に対してそういうコメントがね。賢明なねえー、善良な市民の皆さんそういう声がありますけど、こういう奴らは反省しません。 はい。残念ながら、私は、三回刑務所に行ってます。初犯刑務所、再犯刑務所、再犯刑務所。あの、反省してる人を見たことがございません。はい。まあ、今度ちょっと機会があってね、えー、長期の、 本当に無期とかの長期の刑務所の方たちと触れ合う機会があるのでまたこれはお話ししたいと思いますがそういう方たちとじゃあ直接お話ができるかって多分ちょっと違いますがあの私が知る限り殺人行為に近いことをした人間たちが本当に何か刑務所の中で毎日こう拝んでですねそういうことをしてる人見たことがないですね。みんな普通に いや、あれ、しょうが、だから殺人はないんですけど、ま、工事者いっぱいいますけど、それでも見たことないですね。なんかもういつも泣いて悲願にくれてっていうか、自分のことで泣いてる人はいても、その罪の意識にさいなまれてあんまりないんですよね。いや、自分の子供とかっていう人はいるのかもしれません。そういう人たちっていうのは合わないので、わからないんですが、あの、他人さんを、公論を殺めた人で見たことはない。一人、えー、初犯刑務所の、 のところで少年刑務所で何か非常に侵入訓練の時は反省しているような様子を見せる男がいたんですね何かもうすごく師匠らしくいやで K は7年とか8年で長いなやっぱ七当時7年8年で長えなって話になるわけですよねい大体1年とか23年なんでねで何やったのって言ったらあのうん 障害知識みたいな話なんでいやもう自分はそんなつもりはなかったのにっていう風になってて「へえああやって真面目に反,あの反省してるやつもいるんだ」ってね大柄で真面目そうな人間なんだけどでそれは担当の目の目前だけなんですよ会ってなんかもう2週間ぐらいで慣れてきたらいや何やったのいやいやいや女がさ浮気したからさ 部屋に T つけてさ、脅したらさ、飛び降りちゃったんだよね。<laughs> ってっや。や、こいつのせいで俺らこんなになっちゃって。っていや、こいつすげえなーって思って。みんなそれ聞いて、もうびっくりして、こいつとは一緒の部屋になりたくないっていう思いますよね。だって、だって担当と全然違うのを言ってることが。もう表情が変わっちゃって。それは、はい、はい、真面目にやります、みたいな。もう、だ早くさ、仮釈もらって出てんだよなって。うん、ね。 驚きましたそんなんなですもんねやっべえなーと思ってね、うん、浮気したから脅してやって火つけてさこれ出れないようにしてやったら飛び降りちゃったんだよねだから結果としては自分がやってないからもうあのもつれからえ火をつけたことまではでまあぼや的なことなんだけど心中をしようとしたっていうふうにして女の子が飛び降りて自分は後を追えなかったっていうふうにしてるんですよ。 ねえ。悪いですよ。本当に。ねえ。簡単に言うとそんな感じですよね。うん。まあ、あの、本人が言ってきたことと他の連中が喋ってたことを合わせて、まあ、私、判決文を見てるわけでも、長所見てるわけじゃないけど、こんな感じですまあ、あと、もう B 級の刑務所、再判刑務所なんて、そんな反省してる人一人もいないですよ。運が悪かった。ね。 あの時ああだったこうだったって言うけど、もう、もう被害に遭った人だは会って当たり前ぐらい思ってますから、その悪いと思ってる,る風に思ってる人は見たことないですよ。っていうか、そもそも刑務所って反省する場じゃないんですよね。そういう時間もないんですよ、実は。そんなことを反省するようなところの場所も時間も、これ一日の工程のところにないんですね。はい。ないです。 それを促すようなこともない。まあ、要は、教育みたいなことはあるんだけど、こんなのみんな勉強がそもそも嫌いな人たちばっかりなんで、これは仮釈放がもらえるから、ね。これをしとくと、特典が与えられるからやってるわけで、本当に反省してどうこうっていうふうじゃないんです。そんな促しもないです。そんなふうに思わないです。 一応なんか工場に出て仕事しなきゃいけない仕事してるときに反省のことは考えられないし毎日朝起きてとにかく慌ただしく飯食って出液して着替えて出液して、えー、工場に行って働いてもう慌てて風呂入って出てきてもう早く寝るもうその繰り返したわけです。土日っっっっててて言言もじゃあ何ががでできるるかって言ったらもう人がいるんで それは反省するままないですよ。一人でなんか反省しようなんて言ったらねえ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 って言ってみんな喋ってなんかもう喋ってるのはおちんちんと女性器の話しかないですもん。一緒もうそれしかないの、この人たち。タイガーもう変なスケベな話しかない。あとは自分がどんな犯罪してきたどうやって失敗してきたで、あとは悪口。<laughs> あいつはこうじゃないああじゃないもうそれしかないですもん。 何にもこの向上するようなことね、向上心がある人たちは、中夜間独居に行って勉強してくるのその人たちの姿はわからないです。まあ、夜は、そういう風にして、出役してきても、その時は自分の自主学習だとか、本を読んだりっていうことはしてるんだけど、うん。じゃあ、まあ、心の中で反省、雑居房なんて反省できないもんね。だから私は、 ね、もう本来だったら全員夜は独居房にしないとダメだと思ってます。もう。でも予算の都合とかそんな風に設備を変え、設備を変えれるわけじゃないですか。ね。だけど雑居になって数人になっちゃったらもうバカ話しかないもんですから。 だからもうこの雑居に入れるっていうのは明治からの習わしで要するに牢に入れるっていう風うですからそうなってるんだけど本来は個人個人で一人じゃないと難しいのかなっていうふうには思ってますね。うん、ねえ。だから反省する機会もなければそんなこともできるわけでもない。うん、まあ唯一。 公使書の時には、独居ならそうだろうけど、それは裁判を抱えてるんで、裁判のことだけなんで、じゃあ罪に向き合ってどうこうっていうのは、やっぱり後悔はするけど、あこんなことしなきゃよかった。あんなことしなきゃよかったっていうことなんで、じゃあ、まあ話は戻ります。この内田理子とか小西優香がね、反、反省できるかって思わないと思うんですね。運が悪かった。多分、二人はこれからお互いの足の引っ張り合いののり合いですね。あいつがこうじゃなかった、こうだった、ああだった。 っていいう話になると思いま,すまあ内田理子がどれだけこの、ね、19歳の小西優香に自分の罪をかぶせれるかってちょっと難しいと思いますけど小西優香のにしてみれば内田がこうしたからこうなったっていうことを言っていく地獄のこの足の引っ張り合いの様相が分離した裁判にまあ分離するよなこれでもどうやら弁護士はえー 国選弁護人なんでそこまでするのかなうん。ね3つも罪名があるからこれ分離してやると思うけどな。うん、ちょっとこれ珍しい事件なんでえ監禁殺人、えー、強制え不同意わいせつ致死っていうね珍しい罪名なんでこの裁判のね、えー、行方もね ずっとね、これ見ていかなきゃいけないと思います。まあ、これが、あの、本当に、まあ、少年犯罪っていうか、もう、若い人の犯罪で、これだけのことになるんだよっていう。昔だったら、生きがかり上の、あの、事故、過失致死みたいになりかねないような内容なんですよ、これ。加減して、捜査して、そういう起訴の仕方しちゃえば、そんな殺人なんてするつもりもなかった、生きがかり上の恐喝から、 行き過ぎてしまった少年特有の、えー、調子に乗ってやったことで殺すつもりはなかった橋のところに行ったら落ちちゃったなんていうことにはなってないんですよねこれ、うん、非常に凶悪幼稚であるは計画性金銭を奪おうともそして、えー、性的な領辱臨地行為、えー、死をも感じさせる ひどい虐待。その果てにおいて殺人。っていう非常に重い休憩を検察は打ってくるんだと思います。以上です。はい、皆さん。最近チャンネル登録、高評価言ってなかったんですけど、やっぱり言わないと伸びないですね。本当にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そうそう。実は漫画、極道楽園、ね。 国土パラダイス第3巻、電子で出ましたよ。皆さん見てください。ね。URL 貼っときますんで。あの、電子版なんです。ね。本屋さんに行かなくてもいいですよ。あの、タブレットや携帯で見れるって、すごくお手軽で、リーズナブルになっております。そして、超駅太郎。ね。あの、これは紙の本です。ね。裏社会から人生を守る教科書。ね。あの、こういうこと、これを見てれば、あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、 たとた、本当にいい方です。<laughs> ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるけども、皆さんよろしければお買い求めください。以上です。